ママがびっくりして、ほんまにびっくりしたから。昨日夜な結局夜中に着いて、今は夕方の5時前ですね。で、今からちょっと小腹が空いたということで、私が大好きな回転寿司のジョージローを食べに行きます。イエーイ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 地元帰ってきたら、行きたいからな。絶対行きたい。書いてるし、東京にはないのかな。東京もいろんな回転寿司あるけど、多分関東方面にはないと思います。会社に来た時はぜひ。めっちゃネタ美味しいもん。まあまあ回転寿司、回転寿司やけど、まあ高い、一応高い、うん。ダメ、座る。これはガムとささみでできてるやつ。7月13日の人、7月13日誕生日の人3で、チャーミーは8月15日の1。いきまーす。まカチコイか、ほんまに。じゃあ一人ずつゲーしてください。欲しかったまる。お手。おかり。ハイパイ。はい、お手。おかり。ハイパイ。後ろ下がってください。下がりなさい。はい、ここ。映ってる？映ってる。ブイー。ブイー。はい、オッケー。ちょっと、ここで食べて、みんな。いや、隠すね。隠すね。隠すの。ほら。ちーちゃん取りに行けへん。隠しはんねん。よだれがすごい、よだれが。噛んでよ、ちゃんと。
来た来た。え、そんな早く食べたの、あなた。ダメよ。おー、歯が、かわいい。お花ちっちゃいしたの。これこれカメラに来てほしい。ぐるぐる見て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 、カメラに興味津々。おーい、なんやそれ。ちーちゃんよかったね、カットもしてもらって。あー、ここもうちょっと切りたかったけど、切り、今から地元の親友の友達の子供に会いに行くので、トイザらスでちょっといろいろ、もう急いでて今回帰ってくる予定もなかったので、ちょっと何も用意してなくて、とりあえずトイザらスで子供たちに何か買ってあげないとなと思ってトイザらスに来ました。欲しくなるわ、私がトイザらスマジで好きなの。かわいい、めっちゃ泣いてますよ。はい、お腹すいたな。さっきまで寝てた。お腹すいたな。かわいい。かわいい。ちょっと用意するわ。ちょっと待ってね。いける？パッパイヤーって。うわ。かわいい。全然大丈夫だって、ベビーは。押し上げ。めっちゃ興味津々。バイバイ。え、すげえ、若っ。え、すげえ、マジでバリいいやん、これ。すごい、今入ってるかもしれない。かわいい、めっちゃいいやん、思い出残せるやん。かわいい、形の愛に当たる。え、めっちゃええやん。かわいい。え、いいな。しかもなんか顔も折ってくれるし、設定したら。そうやんな。え、なんかあれとかさ、実家で撮ってるさ、Vlog のやつでさ、折ってたよ。あ、折ってた、折ってた。見て見て。赤ちゃんだよ。見て。こう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 。ほら、できた。完成。おっぽくなった、あーちゃん。もうちょっといるらしい。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、次。あ、これはこれで OK やんか。これいったよ。